こんにちは、タッタルビューティー科のレイナです。このトップスはラグアジェムで購入しました。今年の秋のアイテムで最近発売されたばかりなんですけど、この配色と柄がめちゃくちゃ好きで一目惚れしたアイテムです。なんで今年の秋たくさん着たいと思います。でこのパンツはハレで購入しました。メンズのアイテムになってて、ちゃんとベルトループもついてて、裾も絞りがついてるのでレディースでも履けるサイズ感になってます。ですごいゆったり履けるのでめちゃくちゃリピしてます。で夏に発売されたアイテムなんですけど、生地が綿 100% なので秋冬でも使っていきたいです。で紐がすごいポイントのパンツで、なんか1本長いやつが踏んでちぎれちゃったんですけど、そこまで気にならないのでそのまま履いてます。で靴はコンバースで、友達が誕生日プレゼントでくれたものです。この絶妙なブラウンが可愛くてすごくお気に入りです。で最近スマホを変えたので、スマホケースも一緒に新しくしてトポロジーのものを使ってます。でこの紐もめちゃくちゃお気に入りで、30分ぐらいお店で悩んで決めたものです。で私最近すごくカーキが好きなので紐もカーキにしてみました。この時計はお父さんが誕生日プレゼントに買ってくれたもので、普段アクセサリーつけなくてこの時計だけつけてます。でこの時計も内側がブラウンになっててお気に入りで毎日つけてます。でこのネックレスも取り外ししなくていいもので、水に濡れても大丈夫だし、どんなお洋服にも合うのでずっとつけてます。こんにちは、美容師家のひすいです。今日のコーデのテーマは甘辛ミックスです。自分の好きなファッションを詰め込みました。ポイントはピンクのニーハイです。まずこの花柄のシャツは原宿のスピンズの古着コーナーで買いました。でこのベストは高円寺の古着屋さんで600円かなで買いました。でこのスカートは高校生の時にベルシカで買いました。このピンクのニーハイは花子っていう靴下屋さんとかなんか下着とかが売ってるお店なんですけど、そこで購入しました。で靴はザラで買ったんですけど、すごい底がでかくて多分30センチぐらい足が大きく見えるんですけど、このごつさが気に入ってます。バッグはクチリーナという雑貨屋さんで購入しました。このお花がすごいポイントになるので気に入ってます。でこの小物はサンリットっていう真鍮のアクセサリーを作っている雑貨屋さんで買いました。でこれもちょっと雑貨屋さんの名前忘れちゃったんですけど、これも雑貨屋さんで買って、この素材が秋っぽくて今日のコーデのポイントとして取り入れました。トータルビューティー科のほぐさです。今日は落ち着いた色使いを心がけてデザインで印象を残せるコーデにしました。ニットは何年か前のマルジェラのものです。小顔効果も狙ってハイネックのものを選びました。袖部分にたるみがあるのがマルジェラらしくて愛用しています。パンツはザラのもので、ワイドフレアパンツで地面につくくらい丈が長いのが今っぽくて雰囲気出してくれます。今日の主役がこのベルトスカートです。メゾンスペシャルで購入しました。取り外しができるようになっていて、よくワンピースとかパンツにつけています。雰囲気が変わるのでこういうプラスアルファでつけれる系のアイテムをよく集めています。アクセサリーがヤングマンというアメリカヴィンテージショップの中のハンドメイドのものを買いました。服がシンプルな分アクセで癖をつけました。指輪はローズバッドっていうお店でお花に一目ぼれをして購入しました。足元はポインテッドブーツにしてちょっとモードな雰囲気を持ってきました。ヒールも低く歩きやすいのでお気に入りです。バッグもメゾンスペシャルのものを使っています。巾着になっているのでいろんなコーデに合わせやすいです。美容師家のクオンです。今日のコーデは柄シャツがポイントになっていて、男の子のコーデって結構シンプルになりがちなので、シャツをちょっと派手なやつ選んでシンプルに男らしいコーデにしてみました。テンダーロインっていうブランドのシャツで3年前ぐらいのモデルになります。
で中の T シャツ白 T はヘインズで買った1500円ぐらいの安いやつです。黒いパンツがビッキーズの874っていう商品になってます。で下のブーツがドクターマーチンのブーツです。いつもコーデを組むときは男らしくちょっとなんか動きやすい服装が好きなのでこういう感じがいつも多いです。左手のバングルが原宿のポケットっていうアクセサリー屋さんで購入したもので値段も安いやつからあって、まあ、これはすごい学生でも買える値段なのでおすすめです。このピンキーリングが美容師科の校舎からすぐ近くにあるアロハラバーズっていうハワイアンジュエリーの店で購入しました。この右手のバングルはちょっと僕が高校生の時に買ったのでちょっとお店は覚えてないんですけど渋谷原宿で買いました。値段は2万円ぐらいでした。でピアスが確かユナイテッドアローズで何年か前に購入したものです。で結構僕はアウトドアで海とか山とか結構出かけるのが好きなので結構今日の服装は街に出るというよりかはちょっと遠出する時のラフな感じかなっていうコーデです。美容師科のしゅうやです。今日のコーデのポイントは黒で統一感を出そうとしたのでだいたい黒の色で統一しました。パーカーはシュプリームのパーカーでフリマサイトでたまたま見つけて値段はまあまあちょっとしたんですけど一目惚れしてすぐに買いました。で T シャツはどこのか忘れちゃったんですけどビッグサイズの T シャツが好きなのでビッグサイズの黒 T シャツを着ています。でパンツは地元の古着屋で購入して値段はそんな高くなくてすぐ買って結構気に入っています。で靴はエアフォースワンの黒を履いていて結構シンプルで何にでも合わせやすくておすすめだなと思ってます。とピアスは高校生からずっと使っていてどっかのネットショッピングでたまたま買ったと思います。美容師科1年エイトです。今日のコーデはいつでもどこでも行けるコーデです。この緑色の服はバーラップというブランドでご気に入ってます。でこの紫色のトップスはコロラルフローレンのブランドでお母さんからプレゼントでもらったものです。結構気に入ってます。この革のパンツは結構値段が高くてフレートが結構履いてて気に入ってます。ちなみにブランドはサビーというブランドです。でこの靴下はMG ソックスっていうブランドで、まあ、夏とかも冬も履いたりします。でこの靴はちょっとブランド名が分からなくて原宿にあるランチキっていう店で買いました。結構気に入ってます。でこの時計はカシオのブランドでこの緑色の花柄の指輪が原宿にあるランチキで買いました。でこの銀色は僕三重県出身なんですけど三重県のノックアウトの店員さんからもらった925の指輪です。以上僕のお気に入りコーデでした。